はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムフォアガール実況プレイ続けていきたいと思います。本日春の月19日金曜日です。昨日ね、長い戦いを終えて、クリアちゃん的には全然長くないんですけど、私としてはね、もう3週間ぐらいかけてね、諦めたわけですけど、力の木の実はゲットできたんで、よしとしよう。秋の月までやってたら、秋の月の草競馬が25日、そこまでやってっかな。やってたら行く感じですけど、それまでには、それなりに訓練度が上がってるから楽勝で勝てるんちゃいますっていうか、そこまで行くとね、もう倍率がめちゃめちゃ低くなるらしいから、本当に稼ぐなら、最初の春の月に、2年目の春の月に優勝するのが一番いいんだけどね。いや、しかし大変だったわ。あ、ごめん、連続で増えちゃった。よいしょー。結局十何回やって諦めたんだよな。しんどかった。もう忘れよう。忘れていいのかって感じですけど。ただこのゲームアーカイブスだから大丈夫かなと思うんだけどね。この僕ものガールね、若干バグがあって、この草競馬終えた後、馬が全然帰ってこないなんていう謎のバグが起きることがあるらしくって、起きないでほしいな。私荷物大丈夫、オッケー。大丈夫かな？大丈夫かな？帰ってきてね。ウィンドウ帰ってこいよ。無事に帰ってこいよ。おい。ちょっと飛び出してしまった。ねえ、どうだろう？いるかな？何事もなければいるはずだけど。不安だわー。ミールちゃん、メールちゃん。よいしょ。ルーナちゃん。はい、なつなちゃん。前回の動画では、大丈夫かな？なつなちゃんから取ったミルクを冷蔵庫に保管してたんですけど、やり直しの時に、もうちょっとクロスしすぎなんですけど、ちょっとやめていただけません？それはちょっと、はい、この S ミルク。どっちのなつなちゃん？わかんねえ。当てたー。あれなんですよ。やり直しの時はもう急ぎでやってたから、Sミルクも普通に出荷してたと思います。なので今日はちゃんと出荷せずに冷蔵庫に入れたいっすね。大丈夫かな？よし。ここをミスらなければ大丈夫。よし。OK。こうして、奥から。安全に。あー、うっそん。ほっ、オッケー。なんであそこだけシビアなん？ねえ、なんで？ねえ、なんで？教えて。ねえ、なんで？さて、花のあのイベントが確か12時 ?0 時正午スタートのはずだから、それもやんないといけないな。はい。とりあえず、ミルクは。ミスった。料理用に、ほいってして。あれ？いや、Sミルク入ってたなと思って。あれは別の時にやったやつかな。で、ちょっと待って。ウィンドウ帰ってきてないかもしれない、もしかして。ウィンドウ帰ってきてないバグかな。帰ってきてないかもしれない。帰ってきてないかもしれないな、これ。帰ってきてないよな、声しないっていうことは。あー、バグね、これね、多分ね、1ヶ月後ぐらいに帰ってくると思う。このバグね、なんかよくわかんないけど、判定がなんか1ヶ月ずれてるかなんかね、なんか1ヶ月後の18日だか19日に帰ってくるとか、だと思うな。本来だったらもう帰ってきてるはずなんだけどな。バグっ
てるままなのかな。まあ昔のゲームだからね。ほら今のゲームはさ、不具合あろうが何が起ころうがアップデートでね直してもらえるけど、よいしょ、昔のゲームはこうはいかない。そのバグを逆にね、逆手にとって裏技というね言葉が流行ったもんですよ。よいしょ、ほっ、取れない。よいしょ、まあまあまあ別にウィンドウがいなくても別に困ることは特にはないので、まあほっとこう。よいしょ、その間愛情度とかがどうなるかわからんが、よし、ほっ。まあもしかしたらうっかりっていうか、なんかの拍子にポッて帰ってくるかもしれないけど、うん、今の時点でいないとなると結構絶望的なんじゃないかなって思ってるよ私は。困ったなぁ。え、ほい。ほい。よいしょ。なんか私今までそのバグ発生した記憶がなかったんだけど、たまたまなのかなぁ。その時は普通にディスクの方でやってたわけだけど。いつ取った？ OK。ぴょんぴょん。いやー、勝てなかったから進めてんのかなぁ。そんなことある？ 8 個。いや、これであれそうだよね。今回のもらえる花のやつと、あと水泳大会で全部だよね。10個だよね。水泳大会取れるかな、わかんねえや。よいしょ。もう1個か？ OK。はい。さて。あ、そうだ。今日はね、リリアさんの誕生日で、リリアさんは青い草とかがなんか好きらしいので、それをプレゼントしに行こうかな。リリアさんレシピトラップあるかな。あんまりなんか、うん、レシピトラップあるとしたら青い草2つとも持って行った方がいいかな。あ、よいしょ、話しかけよう。今日は久々の収録なので寂しさ感があるね、私にだけは。よいしょ、ほら、あの大会のやつやってる時はさ、こうやって会えなかったからさ、すごい久々に会ってる感がするよ。あ、そうだ、ちょっと待ってね。あと1日だ。じゃああの子たち、このボックルたちにお水やり頼まなきゃいけないね。あ、引っかかった。それ教会の方行ってからリリアさんとこ行って、帰ってきてお花のイベント起きるかなみたいな感じかな。よし、ほい。うっかりあれを、青い草を入れてしまわないように気をつけないとね。タケノコだけ移動させといて、お花もこうしとけばいいかな。あ、間違えた。こうだ。よし、タケノコ3つはシュートして OK。 うん、なんか疲れたわ。いや、あれから立ったとはいえなんか疲れたわ。待ってな。1、2、3。よし、カラーのコロボックルちゃんにお花を開けて、ちなみに全部、あーっと、あー、そこ入られたらダメ。全部咲いてる？咲いてるね。90本で OK が出るんだったら今日にイベントが発生する。ここ、よし。ここ、よし。で、あとサイバーさんのところも寄ってみようと、もしかしたらできてるかもしれんし、チーズメーカーがね。はい、あ、開いた。 OK、 じゃあチーズメーカーいけるな。お話、お話、ありがとう。これでチーズが作れるようになったぜ。ありがとう、グレイ君。チーズメーカー持って行ってくれてありがとう。まだ、まだ行ってないと思うけど、この一瞬の間に行ってるんやろうけど、まあ近いからな。じゃあ教会行って、教会に行ってあれを誰に頼もうかな。まあちょっと好感度を見て、
下がり気味な子を選ぼうか。まあ、下がり気味なの正直今やってる子たちが下がってると思うけど。3人、まあ3人でやる必要はないから、あ、でもそっか、畑をしまわな、あ、間違えました、普通に教会に入ってしまいました。全然関係ない教会に入っちゃいました、ごめんなさい、無意識に教会に入りました。よいしょよいしょ、あれ畑のやつそのまんま寝しちゃうとコロボックルちゃんが何にもないのに畑に水まいちゃうからもったいない時間になっちゃうんだよ。だからあ、でも今みんなマックスか。じゃあ順番に行くか。グリーディー直角でいいかな。ごめん、グリーディー直角って。ごめん、黄色と黄色と青、黄色と青。オッケー。黄色。そう言わずに。ほい。寝ている方が好き。わかるー。一週間。で、青だな。ちょ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 、引っかかる引っかかる。よし。はい。そうだね。で、一週間と。ありがとう。よし。これで一週間頼んどいて。ほんで、リリアさんとか。あ、でも、リリアさん、あれか。いや、1時までに入れば間に合うはず。1時以降は多分閉まっちゃうから、入れへんと思うけど。1時か12時まではセーフのはず。若干、不安だけど。12時でも間に合うはず。入れ！オッケー。で、あ、リク久々。よいしょ、これセリフなんか変わってる？リリアさん、ちなみにニワトリの餌どう？83か、まあまあか、ちょっとだけ買っとく？あー90もいらないっす。あー、まあ517あるから、517ゴールドから500を引くか。よし。もういいです。お昼から4時まで。お昼から4時まで。あ、朝もダメってことね。あ、あ、危ない！あー、レシピだったか。卵焼きに泡立て器使う人なかなかいないと思うけどね。そう。リリアさん。そこは気にしてはいけないと思う。リリアさんは美人だよ、いつまでも。まあ、リックも多分20代前半ぐらいだろうから、そんななぁ。そんなめちゃめちゃ歳っていうほどでもないと思うんだよなぁ。あー、引っかかる。今、引っかかったわけではなかったな。これで、お花を。どうだろう。12時スタートだと思うんだけど、お花全部あるよね。お花全部あるよね。え、どうだろう。ちょっと待ってな。一旦出て、お花のイベントは、よいしょ。ちょっと攻略本をパラパラしております。ちょっと入ってみてどう反応するか。反応がないな。今日じゃないのかな。誰も来てないよね。来てないよね。うん。PM0 時から PM3 時の間、90本以上の花が咲いてるときに合ってるはずだけどな。おや？ちょっと待って、家から出るっていうのを試そう。家から出る。よいしょ。イベントの発動の仕方が
たんで、オッケー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 、家から出るが正解。よかった。よし。でもあなたにお花あげてもなんか嫌な顔されたんだけど。これで好きなだけ持って帰ってもらうで。で、力の姫、オッケークリアしたぜ。それどれだけ虫って言ったのかな。なんで一回戻ったんだろうね。戻ってカゴでも持ってきたのかな。さあ、おお、あ、え、あ、すごい減ってる。え、すごい減ってる。あ、そんな減るんだ。へえ、いっぱい持ってったね。まあとりあえずこの辺は回収しようか。これで力の木の実9個目、オッケー。いやー、なんとかここまで来たね。あと2個。まあ最低でもしゃあないから全部回収して戸棚に入れて、プレゼント用にでもしときましょう。よいしょー。まあそれがなかなか大変なんだけどね。一体何に使うんだろうね、アンナさんは。持ってった花をここにいるか。お、一個一個入れるのが大変だぜ。よいしょ、頑張れ頑張れ。ふう、これで8個。多分99は入るはず、多分だけど。よし、いやー、よかった。家から入るを試してマジでよかった。反応ないのマジ怖いから。危ない。まあ、あげてもいいけど。多分、緑くんにはまだあげてないんだよね。あげようか。よし。ほい。いっけ、いや。よいしょ、お花の。結局、憂い事あれか、ウィンドだけか、戻ってこないウィンドだけか、まあ、どうしようもねえからな。バグだもんな。多分ロードして直しても何にも変わんないんだよな。でも私自分でプレイしてた時そんなこと起きた形跡がなかったから、もしかしたらあれなのかな。優勝したら何ともないのかな。その時は優勝してたはずだから普通に。でも今回優勝できなかったから、それがスイッチで帰ってこないのかな。わかんねえや。反応ないよな。ウィンドウ帰ってこーい。ウィンドウ帰ってこーい。訓練度を上げさせろ。秋まで、秋の大会までやるかわからないけど、このゲームやってるかわかんないけど、一応やらせてほしい。あ、ザクさん。おい。さて、チーズメーカーで明日からちょっと収入が増えるから。よし、あ、違います。なんで冷蔵庫あげたのね、なんで？なんで冷蔵庫あげたの？よいしょ。ほいっと。整理棚にぶち込んでいく。よいしょ。よし。オリーブタウンのさ、ハンマーだと範囲広くなるけど、多分このゲームのハンマーは範囲とかは関係ないから、ハンマーで叩くことによってさ、この畑を消せるけど、多分それはできないんだよな。このゲームではな。すまんな。何にもないところに任せてすまんな。よし。よし。あともうちょっと。ん ?1、2、3、4、5、6、7、OK。次の一発でいけるな。ほいっと。うん。まあ、しばらくはなんもないかな。多分、ああ、次、料理祭かな。料理祭が春にあるはずだから。それはまあ、一応リラックスティーの葉を用意してるので。
あ、間違えた。飼ってるはずではある。前の時はね、あのキッチンがなかったから参加はできなかったけど、今回はね堂々と参加して行こうかと思うよ。あー、ピンポン。ピンポンじゃねえわ。野犬来るかな。今日は来ない感じかな。ん？空耳かな。なんかワンワンって。おい、どこで休んでんねお前。どこに寝てるんだお前は。よっしゃ、ほいっと。よし、これでお花は終わったし、まああんだけ広い畑があってもしゃあないから、ちょこちょこハンマーでしばいていこうかな。ほい。お、あー、間違えました。ずれました。39。え、っていうことはさ、え、90本あったうちの39ってことは、だいぶ持ってったな。そんな持っていった。へえ、51本持ってったってこと。案外持ってったな。え、そんな持ってった。そんな風には見えなかった。結構、あ、ごめん。割と持ってったなーっていう感じはしたけど、思った以上に持ってったな。いや、ありがたいけどな。残ってもしゃあないから。売れへんし。売れたらさ、ええけど、売れないんだよねー。だから。よいしょ。お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 。え、これ試してみる？これ範囲ある？ほっ！ですよね。ドスって。いい音が鳴っただけやったわ。よし、まあ、この一列ぐらいにして、よいしょ、 OK。 お風呂入ってまた明日やろう。うん、まあこのボックラ何も咲いてなければ多分水まきはしひんやろうから多分大丈夫。よいしょ。あと掘っておいたらなんかあれやな、草が生えたりして勝手に消えたりするけど確か。ふう、お疲れ、クレアちゃん。いや、ウィンド帰ってこなかったね。やべえ、ウィンド帰ってこなかったよ。どうするよ、マジ。マジでね。まあ、そうは言っても、どうしようもないので、帰ってくるのを待つしかないわけですけど。うん。まあ、ワンチャン明日帰って、いや、うん。いや、多分この時点で帰ってこなかったらマジでしばらく帰ってこないから。マジで多分1ヶ月後ぐらいまで帰ってこないから。ねえ。どないしようねえ。おら。あ、帰っていくね、あの子たち。暗いともう赤とオレンジの区別つかねえな。よし。よし、鏡を見て、あー、あれ、そんなとこに寝てん。あ、今日あんまり来てない。嘘やん。おしゃれ度は上がってないんだっけ。おしゃれ度は何、なんか6とか7とかそのあたりからだいぶ進んでないよね。よし、寝まーす。おやすみなさいませー。はい。2年目春の月19日でした。ご視聴ありがとうございました。